ナンバーアンダーライン愛のエムステ出演が与えた波紋とその意味。ボンは、平野翔がこれまで培ってきた表現力を駆使し、新たな境地を開く楽曲となるだろう。2024年の春、ナンバーアンダーライン愛がエムステの舞台に立った瞬間は、ただの音楽番組の一部ではありませんでした。そのパフォーマンスは、ファンのみならず、社会全体に強烈なインパクトを与えました。 若者たちにとっての象徴的な出来事として、この出演は彼らの音楽キャリアにおいても、ファンコミュニティにとっても大きな意味を持つものでした。平野翔が盆栽をテーマに制作した最新曲、ボンその発表を耳にしたとき、私の脳内は、まるで盆栽の剪定のように、混乱と興奮が入り混じって、整理しきれない状態だった。アイドルの平野翔が、まさか盆栽をテーマに楽曲制作するとは、 しかも、その楽曲がボンという盆栽を連想させるようなタイトル。予想外の組み合わせに頭が混乱した。ステージに立つ前、翔くんが緊張している様子が見受けられました。その表情を見てすぐに気づいた神宮寺くん、そしてそれを察知して微笑む岸くん。彼らの間に流れる自然な絆がファンの心を温めました。 特に、翔くんがサングラスを外して深くお辞儀をする場面は、彼らの謙虚さと献身を象徴するものでした。それぞれのメンバーが持つ個性がステージ上で見事に融合しました。翔くんの貫禄ある姿、神宮寺くんの色気、そして騎士くんのキュートな魅力が一体となり、観客の心をつかみました。彼らのパフォーマンスは単なるエンターテインメントを超え、深い感動をもたらしました。 ナンバーアンダーライン愛の出演は日本の音楽業界に新たな風を吹き込みました。従来の枠を超えた彼らの音楽は視聴者に革新的なエンターテインメントを提供し新しい可能性を切り開いています。このパフォーマンスは彼らがどれほど大きな影響力を持つかを示すものでありコミュニティに対する彼らの存在の意義を再確認させるものでした。将軍の堂々たる姿勢 神宮寺くんの色気、岸くんのカリスマ性と笑顔。これらの要素が融合し、ステージは新たなエネルギーに満ち溢れました。特に、岸くんのウィスパーのような歌声は観客を魅了し、彼の多彩さと魅力を証明しました。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスには多くの意味が込められていました。彼らは自身のメッセージを通じて、ファンに希望と勇気を与えました。 彼らの音楽は多くの人々に共感と感動をもたらし、コミュニティに深い影響を与えました。このパフォーマンスは単なるエンターテイメントではなく、視聴者にとって感動的な瞬間となりました。盆栽は生きた植物を限られた空間の中で人間の美意識によって形作られたもの。それは自然の力と人間の技が融合した静かで力強い芸術だ。 一方、平野翔は華やかでパワフルなパフォーマンスで現代の若者から絶大な支持を受けるアイドル。この対照的な要素が一体どんな化学反応を起こすのか私の想像力はすでに暴走していた。特に彼らの存在感は若者たちにとっての希望となりました。騎士君のカリスマ性や神宮寺君の魅力は若い世代にポジティブな影響を与え、 彼らのファン層をさらに拡大させました。彼らの活動は単なる音楽活動にとどまらず、社会全体に影響を与える力を持っています。ナンバ・ーアンダーライン・アイの出演は、日本の音楽シーンにおける新たな動きを示しています。彼らの革新的な音楽とパフォーマンスは、従来の枠組みを超えて新しい可能性を切り開いています。彼らの成功は、 今後の若い世代にとっての励みとなることでしょう。最後に、この出演は個々のメンバーにとっても大きな意味を持ちます。彼らはチームとしてだけでなく、個々のアーティストとしても輝きを放っています。彼らの個性と才能が認められ、彼らのキャリアに新たな一歩が刻まれました。ナンバーアンダーライン愛のエムステ出演は単なる音楽パフォーマンス以上のものでした。 それはコミュニティに希望をもたらし、日本の音楽業界に新たな光を注ぐものでした。彼らの成功は、今後の若い世代にとっての励みとなることでしょう。彼らのパフォーマンスは、多様性と自己表現の重要性を示し、若い世代に勇気と希望を与えました。彼らの出演は、単なる番組出演以上の意味を持ちました。それはコミュニティ全体に影響を与え、 多くの人々に勇気と感動を与えるものでした。彼らがステージから去った後も、その感動は残り、多くの人々に影響を与え続けました。エムステでのナンバーアンダーライン愛の出演は、コミュニティの視点と社会的影響を考慮した上で、多くの人々に希望と勇気を与えるものでした。彼らの活動は、単なる音楽活動にとどまらず、社会全体に影響を与える力を持っています。 あなたの感想はどうでしょうかナンバ・アンダーライン愛のパフォーマンスについてどのように感じましたか彼らの音楽やメッセージがあなたにどのような影響を与えましたかぜひ教えてください。彼は盆栽のように繊細ながらも力強く自身の内面を表現する。彼の歌声は聞く人の心を深く揺さぶる。そして盆栽が長い年月をかけて成長するように 平野翔の音楽も私たちの心に深く根ざしていく。ボンは単なるアイドルソングを超えた芸術性の高い楽曲になる可能性を秘めている。この楽曲を通して平野翔は音楽の新たな可能性を切り開くことができるだろう。ボンは私にとって単なる楽曲ではなく新たな発見や感動を与えてくれる特別な存在となるだろう。そしてボンは私たちに 自分自身の人生について深く考える機会を与えてくれる。盆栽は限られた空間の中で自然の力と人間の技が融合した美しい芸術だ。盆は平野翔というアーティストの自然に対する深い愛情と自身の内面を見つめる誠実な姿勢を表現した力強いメッセージだと私は確信している。盆がどんな楽曲なのかどんなメッセージが込められているのか 早く知りたい。そして、その楽曲が、私の人生にどんな影響を与えるのか、楽しみで仕方ない。ボンの発表は、私にとって、大きな喜びであると同時に、大きな期待でもある。ボンは、平野翔の新たな挑戦であり、私たちにとって、新たな感動の始まりとなるだろう。ボンの発表直後、ネット上は、喜びと興奮の声で溢れ返った。 翔くんの盆栽ソング。どんな曲になるのか楽しみすぎる。盆栽って翔くんらしいチョイスだな。まさか盆栽をテーマにした曲が出るなんて想像もつかなかったなど様々な反応が飛び交っていた。私もその興奮に巻き込まれ、平野翔が盆栽というテーマを選んだ理由、そして盆という楽曲に込めた思いを理解しようとあらゆる情報を集め始めた。 まず、平野翔が盆栽に興味を持ったきっかけを探ってみた。これまで、平野翔が公の場で盆栽について語っていたことは、ほとんどない。しかし、いくつかのインタビュー記事から、彼は幼い頃から自然と触れ合う機会が多く、植物を育てることに関心を持っていたことが伺えた。自然の中にいると、心が落ち着くんです。植物を育てるのは、大変だけど、すごく楽しい。 植物が成長していく姿を見るのが本当に嬉しいです。インタビューで平野翔はそう語っていた。自然への愛着と植物を育てる喜びを感じている様子が伝わってくる。また平野翔は自身のインスタグラムで植物の写真をアップしていることもあった。その写真には彼が植物を大切に育てている様子が伺える。